こんにちは、はじめ社長です。皆さんに隠していたことがあります。実は私、はじめ社長の先祖は有名人だったかもしれない。すみません、真実のところは分かんないんですけど、多分ガチで僕の先祖は、なんか僕の記憶が正しければなんですけど、昔家の人と話してた時僕聞いたことあるんですよ。なんかね、ふとそれを思ったんで、ちょっと今日は実家に電話して、僕の先祖が本当にすごい人だったのかどうかをちょっと確かめてみようと思います。やっぱりね、僕そうだと思うんですよ。なんかあるんですよ。神に近い何か持ってると自分でも思ってるんで、やっぱなんか先祖的に何か特殊な能力を授かってて、それを僕受け継いでる気がするんですよ。なんでそれをちょっと実際に今日ね、家に連絡して聞いてみようと思います。ちなみに僕の記憶が正しければ、僕の家系の先祖は、平家らしいです。あ、源氏、平氏っているじゃないですか。平氏の方です。あ、負けてますね。源氏には負けているものの、まあ、逆に言うと源氏と戦い、待って、俺歴史全然わかんないんだよな。あー、源氏にやっぱ滅ぼされてんな。きつー。いや、俺滅ぼされてんのか。あ、でもやっぱ平清盛とかいますね。平将門。全然わかんない。やっぱその昔にやっぱその平氏と源氏がその超争ってた時期の平氏なんで、まあ、源氏には負けましたけど、結構日本国内だと最強レベルのチームだったってことには間違いないです。いや、まだこれが本当かどうかわかんないんですけど、僕の本当に記憶が正しければね、多分平氏の生き残りなんですよね。違ったらマジ恥ずかしいんですけど、一回お家に電話してみます。もしもし。あ、もしもし。はじめです。あ、元気？あ、ばあちゃん、元気よ。お母さんとかあるか？あ、ばあちゃんでいいよ。え？ばあちゃんでいいよ。どうした？ちょっと聞きたいことが一個ありましてね。うん。なんか昔さ、ばあちゃんと話しとってさ。え？なんか昔ばあちゃんと話しとって、なんかうちの家系の先祖が、うん。兵士だったみたいな話せんかったっけ？え？兵士？うちのさ、ほら、なんかばあちゃんと話しとって、うん。うちの、さ、先祖がさ、兵士やったって話せんかったっけ？おばあちゃんの実家。あ、ばあちゃんの実家ね。うん、ばあちゃんの父親、うん、っていう人なんやけど。うん、わかんないけど、はい。うんうん。その人、五箇山の出身なんやっけ？五箇山っていう場所があるのね。あそこの平家の落ち武者や言って。落ち武者？あ、要するにあれでしょ、源氏に負けた後ってことやろ？うんうん、そうそう、平家が、うん、命からがら。五箇山に逃げ込んで、はいはいはい、でその五箇山は下駄の家系じゃなくて、あ、なるほど。でもはい、ばあちゃん、うん、ってことはわいは少しながらも平家の血を継いどるということやね。かもね。あ、そうか、その話が本当なら。なるほど、うんうん、そっか、落ち武者か。うん、あんまりかっこよくないね。そうや。要約すると、うん、ばあちゃん家の家系が平家の生き残りだったっていう感じやね。生き残りというか子孫っていうか。うん、なるほどね。あ、ちょっと嬉しくなっちゃった。ありがとうございます。そう言って聞いとった。なるほどね、わかりました、うん、貴重な情報ありがとうございます。今で聞く人みんな死んじゃったから。あー、そうやね、わかりました。聞けないけど、じゃあ僕がちょっと残しておきます。うん、一応手筋としたらあんたも端くれかもしれない。おお、ごめんね、ありがとう、ありがとう。はいはい、はい、じゃあね、はい、元気でね、取られ、はいはい、はい、というわけで皆さん聞きましたでしょうか。兵士の生き残りらしいんですけど、落ち武者らしいです。まあそれはそうですよね、源氏に負けてますから。まあ源氏に負けたものの、日本の二大勢力の一部である平家の生き残りがなんとかばあちゃんの住んでた地域に逃げ込んで、そこでなんとか子孫を残した中にうちのばあちゃんがいて、そのばあちゃんとじいちゃんがこう結婚して、父ちゃんが生まれて母ちゃんと結婚してわいがいるっていう、まあ直接的な血は繋がってないんですけども、まあ平家の血を継いでいるということなんだろうね。うん。源氏に勝ちたかったな。はい、という、ちょっと、っていう、ちょっと多分みんな全くこんなこと知らなかったと思うんですけど、うっすらなんか記憶にあって、なんかちょっと真相を確かめてみようかなと思って、ばあちゃんに電話してみました。特に、オチはないです。よし！